はい、ベネット川越店に来店しました。はい、はい、まず一発目はカマンベールチーズクッキーやっていきます。はい、もろすっかり棒にぶつかったけど力があるんで進みます。はい、すごい力ある。本来だったらね、両方つっかえ棒をさ、取ったら普通進まないんだけどね、うん、ありがたい、本当に。これは、癖はちょっとある感じかな。思った以上には、ああ、でも結構進むね。ね、うん、どうしよっかな、ここだよな。ね、うん、ここ勝負だよね、はい、左手前だよね。はい、まあ、やっぱ左手前かな。はい、あの隙間に入ると、まあねじれて、よし、うまくいったね。あ、惜しい。うん、もう一回左手前狙う。うん、そうだね、もう一回左手前狙おうか。はい、うん、もうこれはね、もうほぼつくような感じで、はい、うん、ちょっとついちゃってもいい感じ、うん、そう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 、これでゲットです。ありがとうございます。はい、一発目ゲットしました。ハイエナです。はい、あ、下までアーム届かないのかな、もしかすると。どう、あ、届いた届いた届いた。おお、届くじゃん。大丈夫大丈夫、スレスレ。よし、爪、あ、入った入った入った。おお、ちょっと分かんない。あれ、動かない。スレスレだけど、おお、この形だとやっぱ。では平行移動していただきましたんで続けます。はい、はい、手前から持ち上げます。もうあの奥滑り止めのやつが乗っかってるんで、はい、止まんないで、よし、くぐった。お願いします。ちょっと、あー、ギリギリいった。よし、これでゲット。ありがとうございます。給食に出そうって、そんな豪華な給食なの。いやー、でも今の給食って絶対美味しいよな。お、いいね。カレーはよく出てる。カレーかな。うん、カレーは出てたかな。でもなんか ソフト麺ってある、うどんみたいなやつ。ああ、うどんになんか汁をつけたそうなやつあるよ。ああ、なんか今の給食本当にすごいね。あれ、手前にやってみよっか。意外にこういうの突き強そうだよね。いや、やばいか、やっぱ強いね。うん、いったね。ありがとうございます。まだ前回やったベルギーチョコドーナツがまだ残ってたんで、はい、やりましょう。はい、幅が広い。幅広いな。うん、よし、左に移動。ほほほほ、すごい移動したね。念のためこれ平行移動してもらおうか。はい、平行移動していただきましたんで続けます。はい、で同じように右アームを入れて、で左アームが左の景品の角を上ぐらいを狙う感じにすると、うまくゲットできます。次はタリーズコーヒーのセットをやっていきます。はい、でも大きい場合はバランスキャッチを狙っていきましょう。はい、あ、これ真ん中行ったんじゃない。どうかな。結構真ん中だよね。から持ち上げてください。お願いします。来た、やった、2回目に来た。うん、これはゲットだよね。ゲットです。はい、こちら200円でゲットしました。こちら100円で2回の
プレイのコーナーにいます、はい、いや100円で2回はありがたい、ありがたいです、まずバランスタッチをやってね、はい、まずは力の確認をしていくんだ。100円で2回でも行くんだ。前来て、あ、OKOKOK、手前から奥に寄せていきましょう。寄せてってね。あ、ちょっとだった。まあ今のズズズっていう感じをもう少しやれば、あ、もうちょっと奥でもよかったかな。あ、今通りそうだったな。着いたらいけるかな。いや、チャブにしよっか。チャブか月か。月？月にしよう。月難しいな。やってみよう。ねじれて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど200円。定番ですね。はい。やっていきましょう。幅広いんで。はい。しかもサービス設定中。これは期待できる。え、なんかすごい滑ったね。次でいけちゃうかな。いや、ありがたい、ありがたい、それは。ほぼ真ん中だな。あ、手前に行った。滑って、ゲット200円じゃん。いいね。プレイヤーチェンジして、ゆずさんお願いします。はーい。バランスキャッチを狙う感じで、はい、多分横は、縦はめか、なると思うんで。おー、真ん中よりちょっと奥を狙えば確実に。あー、惜しいなー。真ん中よりもまた奥で、はい、はい、お願いします。よし、ゲットます。足幅が広い、ね、そしてリーチも広かった。あっ、オッケーオッケーオッケー。足幅本当にこんな広くていいのかな。ね。ね、やばいよね。あ、もうちょい左行けたかな。どうだろう。どうだ。まだ左行けたね。ね。でうまく隙間をくぐって左に、おお、行って行った。うまい。右横狙っていきましょう。はい。あ、ここが限界か。よし。気持ちもうちょい横の方が良かったかもしれないけど、右アームが入ったから抜けて。あ、抜けなかったか。左アームが抜けてくれたらよかったんだけど、はい、やっぱもうちょい奥だったかな。左の角を狙う感じで左アームを、はい、そうするとネジ入れて、あ、そこまでネジれないのか。でもこれでいくんじゃないかな。あ、欲しい。こんなんやったらね、平行移動が一番ベストかもしれないけどね、はい、まあ、このぐらいの景品だったらちょっと、うん、やっちゃった方がいいかな。最後も右奥で狙っていこう、はい、よし、前、ゲット。バランスタッチからちょっと狙ってみましょう、はい、あ、真ん中いった。これはいいよ、持ち上げて。あ、惜しいな、はまるかと思ったけど角度ついてんで横はめしちゃいましょう、はい、しかもリーチが広いんで、はい、で、景品の左角の真上に左アームを落とすようなイメージ。そうすると一気に回るんで、奥から手前に寄せていきましょう、はい、手前に持ってきてね。奥から手前に持ってきます。はい、手前に寄せちゃってください。あー、惜しい。左手前の角をギリギリかな。どうぞ。滑って、滑った、うまい。で、引っ掛けてくれれば、はい、ゲット。ありがとうございます。カップ味噌汁のほうれん草味やってきます。はい、ほうれん草味っていうのかな、ほうれん草の具材か、うん、やっていきましょう。バランスキャッチやっていきます。そうだね、横はめしよっか、はい、花にねじれるんで、はい、よいしょ、いい感じで。ほんと斜めってんね。お、ほんの手前にやっていきましょう、はい、これ
もう全然横ハメできるんで。ねねでねとかやった。ね、うん。これはいいぞ。これはいいんじゃない？惜しいね。ハマりそうでハマんないね。うん。これで。月か、月が失敗しても止めがけで、うん、いけると思うんで、まず月を狙って、ゲットです。おさむグミ。はい。おさむって誰だろう。でももうこれ落ちそうなんだけどね。あ、ねじれなかった。ワンパンゲット。どう？浅いよね。ベーコン&ペッパー味。よいしょ。これどうだろう。はい、ゲット。あります。はい、こちらゲットしました。この完熟マンゴーグミはいいね。うん。大音楽だ。あ、ミスってない？あ、ミスってない。いや、強いね。アームが。アームが強い。うん。この位置はどうだ？当たった。あ、よかったよかった。お、ゲット。200円じゃん。バランスキャッチね、やってみましょうか。はい。あ、いいかな、これ。いいね。持ち上げてください。ありがとうございます。きたー。ありがとうございます。顔映りそう。ガビーン。じゃあ回していこう。はい。爪が下まで入ってくれると。あ、入った入った。よし。回して。あ、そうなっちゃうわ。あ、そうなんです。横はめする？縦はめする？縦はめの方がいいかな。あ、横はめ、うん、そうだね。この幅の広さだと横はめの方がいいのかな。はい、ギリギリだね。よし、ねじれて、はい、手前から奥に持ってってください。よし、これすごいよ。64枚入ってる。32枚になると思うけど、ちょっと高さがあるから多分次じゃ落ちないと思うんだけど、はい、手前から奥に寄せていきましょう。はい、おぎりぎり。さあ、持ってきてください。お願いします。ほい。うん、この形だね。うん、この状態になったら、こう真ん中狙っちゃって構いませんので、はい。はい。で、手前から奥に持っていく。はい。うん、お願いします。ゲット。せーの、最後までご視聴ありがとうございました。